こんにちは、ケイドラです。今日は次の重心化予想をやっていこうと思います。ちょっと顔がめちゃめちゃむくんでて、目とかも腫れてるんですけども、その関係上マスクをつけてお話しさせていただきます。お聞きづらかったら申し訳ございません。では早速、先週までの振り返りなんですけども、3月はきちんと5属性来ましたね。イソップ、モネ、サクラ、ガリバー、バーソルミューロバースの順番で来ました。来週はね、4月に入ってくるんで、まあ、どの属性が来てもおかしくないんですけども、まあ、一番古い水と光から予想していこうかなと思います。まあ、とは言っても火属性が来る可能性があるし、木属性が来る可能性もあるんで、一番月始め予想難しいんですけども、まあ、見ていこうかなと思います。前回僕、バーソロミュー・ロバーツの予想が的中したんですけど、スケジュールから予想して見事に当たりました。なので今回もスケジュールから読み解こうかなと思ったんですけど、まあ今回はちょっとミスリードかもしれないんで、あまり考えずにやっていこうかなと思います。ではまず水属性から予想していくんですけど、まあね、最近結構古いキャラのブーム来てましたよね。なので、まあ、源内とかも可能性はあるかなとは思っているんですけど、もう少し温存するかもしれないなと思ってます。今回はね、普段あんまり予想しないオズを予想しようかなと思います。はい、まああんまりね、最近活躍してることはないと思うんですけども、まあ、実装当時はアルカディアの土適性でしたね。まあ、土適性って言っても雑魚にキラーが乗るだけだったんですけども、加速 S が超役だったっていうところだったり、ランダ回復が12ターンで打ててめちゃめちゃ強かったです。まあ、そのようなキャラなんですけども、まあ、進化はね、拡大爆破弾持ってるんですよ。でまたまたね、調教拡大爆破弾かってなってくるとそうじゃないと思うんで、まあ友情コンボはこっち寄りになるんじゃないかなと思ってます。まあ組み合わせとしてはそんなにめちゃめちゃいいわけじゃないけど、まあ加速もできるんでね、難しいコンテンツでも賄えるっていうキャラになるんじゃないかなと思います。ただなんとなく進化の SS を搭載しそうな感じがするんで、貫通変化アイテム成長ですね、まあ、最近多くなってきてるんで、もっと増やしてほしいなと思ってます。ダメオブロックの神キラー EL だったら近畿21かなと思うんですけども、まあもう一個ぐらいね、アビリティ追加してもいいんじゃないかなと思います。次、光属性見ていきましょう。ただ光属性ね、めちゃめちゃ重進化してまして、まあ結構残り少ないんですけども、まず古いキャラから言うとドロシー、宮本武蔵、超運、あとは金太郎とかね、その辺なんですけど、まあめちゃめちゃ少ないですよね。マジで重進化のペースが早いんで、まあどうなるかなという感じなんですよ。一番早く重進化終わらせる属性かなと思ってきたんですよね。でまあ今回予想したいのは、まあ4月一発目っていうことなんで、インパクトも込めて宮本武蔵でございます。はい、まあこのキャラはね、キラー M 持ってまして、まあ進化はね、普通のキラーなんですけども、重力バリアですよね。まあ上杉謙信みたいな感じになるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ超 AGB、闇属性キラー M、そして何か追加のアビリティがあったら嬉しいなと思います。友情コンボはね、難しいな。ロックオンツインワンウェイレーザー EL と、ツインホライゾンもしくはツインバーティカルとかだったら強すぎるか。武蔵だったらそれぐらいしてもらってもいいんじゃないかなと思います。SS は両方とも爆発系なんですけども、まあ、最近の爆発系 SS って自強化しっかり入るんで、まあそのガリバーとかとは違ってキラー込みだとかなり火力は入ると思います。例えやすいのは同時ギーとかソロモンだと思うんですけども、キラー込みの爆発 SS はね、結構火力見込めるんで、可能性としてはあるんじゃないかなと思ってます。っていうところで今回の第一予想は光属性にします。宮本武蔵。第二予想が水属性のオズでいきます。よかったらね、皆さんの予想も教えてください。では今週の小ネタに入っていくんですけども、まず1つ目、突如謎のキャンペーン始まるっていうところで、まあ、この動画撮ってる段階では今日なんですけども、昨日ですね、モンスト公式にて謎の動画が投稿されました。タイトルは地球にはモンストがある、ディザー編30なんですけども、ハッシュタグに初めてのモンスト、モンスト宇宙人、モンストって書いてあるんですよ。なのでまあ、これはコラボの伏線とかではなく、新規勢などに対するキャンペーンなんじゃないかなと思いました。で、ここに出演されてる方々が、まあ、結構豪華俳優さんたちなんですけども、コラボとかで豪華俳優をたくさん使うっていうイメージがこれまでなかったんですよ。なので、キャンペーン系かなと思ってるんですけども、なんと特設サイトもございます。こんな感じでいろいろ載ってるんですけども、ストーリー書いてますね。渋谷109の前に4人の宇宙人が降り立った。で、彼らが地球に来た目的、それは宇宙人たちの間でも今噂になっている、遥か遠い地球という惑星のゲーム、モンスターストライクをプレイするためだった。
果たして彼らは初めての地球で無事にモンスをプレイする夢を叶えられるのかというところが書いてありますね。まあ、イコール、まあ、モンスト新規ですよ、この人たちは。なので新規勢に対するねキャンペーンかなというふうに思ってるんですけども、このモンストとはというふうに書いてますね。でそしてモンスト用語、まあ、オーブの使い道だったり、あとはクエストですね。まあその難易度も書いてあって、まあ、僕らならもちろん知ってることなんですけども、まあ、初心者の方はね、わからないんで、まあ、こういう項目がどんどん今後追加されていくんじゃないかなと思います。で、おそらく4月1日っていうのは、まあ、何かしらね、モンストニュースにて、キャンペーンがあると思うんですけども、それに繋がっていくストーリーなんじゃないかなと思います。小ネタ2つ目。去年の4月はガチャ各編、春玉もっていうところで、まあ、さっきの話と少し繋がってくるんですけども、去年のモンストニュース4月1発目ですね。オーブを使用するガチャで配出される星5以上のキャラクターの確率が 12% に変わりますというところで突如発表されました。これまでは激獣、超獣は 12% で、それ以外のガチャは全て 8.4% だったんですけども、全て 12% に変わりました。その前の年は4月からの新イベントキャラは全て重進化での登場ということになりましたよね。なので4月に関しては結構ガチャに関する変更がありました。で今回ね、おそらく4月2日からね新イベント始まると思うんですけども、前回のモンストニュースで本当だったら発表するはずなんですよ。発表せずに4月1日に置いておいたのは、何かしらガチャに関する変化をもたらすからあえて温存しておいたんじゃないかなと思ってます。もちろんコラボとかね、アルファが来る可能性ということもあるんですけども、それだったら本来先週に発表するはずなので、コラボ発表して次の日に速攻コラボっていうことは今までなかったじゃないですか。おそらく新イベントだと思うんですけども、まあその新イベントがもしかしたらもう月1でしかしませんとか、そういう可能性もあるし、ガチャに天井つけますとか、そもそも星5率を 24% にします。まあこれはないと思うんですけども、まあその辺のね、何かしらの変更があると思うので、前回発表しなかったんじゃないかなと思いました。で去年は春のマシマシモン祭りっていうものがあって、春玉でガチャが引けたんですけども、結構自虐してましたよね。あのケチでケチでどうしようもないモンストが無料で10連なんか引かせるわけないやろとか、そういう話をしてたんですけども、今年も何かしら春のキャンペーンはあるんじゃないかなと思ってます。ちなみに2020年とかも春のモン祭りっていうものはありましたね。まあその辺も踏まえて、まあ、4月は結構キャンペーンがあるので、さっきのね宇宙人に関するキャンペーンで新規大歓迎のキャンペーンだったり、既存の方にもいろんなキャンペーンがあるんじゃないかなというふうに思ってます。特にやっぱりね、新イベントの発表が先週なかったところがね、僕の中ではかなり引っかかってるんで、ここに関してはすごく気になってます。小ネタ3つ目いきましょう。エイプリルフールにネタ動画を投稿っていうことなんですけども、実はこれまで4月1日に4回ですね、エイプリルフールにネタ動画を投稿されてます。2020年だったら記憶に新しいカメイが JK になったものですね。で2019年がおそらくなかったのかな、ちょっと見当たらなかったんですけども、2018年が長州力さんと武藤さんがパッチョさんパナエさんになりきってモンストニュースを配信しました。で2017年はタテカンくんっていうねマシンを開発したんですけども、全てがフィクションのよくできた動画でございました。で2016年もそのお嬢さんたちがパッチョさんパナエさんになりきってエビルインライトを攻略するっていう動画だったんですけども、まあ、結構ね力を入れてるんで、今年もね4月1日の夜12時になった瞬間に何かネタ動画投稿されるんじゃないかなと睨んでます。もちろん投稿されない可能性もあるんですけども、まあ、やっぱり可能性としてはあるんでね、楽しみにしたいなと思ってます。そんな感じで宇宙人の動画に関してはおそらくね新規勢に対する何かしらのキャンペーンだと思うんですけども、まあリセマラをしやすくするか、もしくはもっとオーブを配布するか、何が起こるかわからないんですけども、まあ、こんだけ力入れてるんで、多分キャンペーンはね、行うと思ってます。はい、そんな感じでね、よかったら皆さんの意見もコメント欄にて教えてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それでは、バイバイ。